ちょっとだけ気になる異性ができたビワーネ。スター団のみなが全力で協力してそう。格闘組には絶対ビワーネにしかに思いを寄せてる団員が複数いる。脳破壊されてビワーネの幸せを思って協力したりひっそり対談したりしそう。幹部全員張り切るんだけど全員トンチキな方向にしかならなくてボタちゃんの絵がやばそう。メロコが好きなやつできてもみんな協力するだろうけどある程度は自分でやりそうだな。ビワの場合はガチで総出になりそう。重い人にさりげなくビワの評判を話して好感度アップ作戦を立てるも。ビーナが、ビワってマジ良い子だよ。この前も運動部の助っ人入ってたし、その前は力降りられなくなったニャオハオ。ってダイレクトマーケティングかまして。ビーちゃん。バカかお前。全然さりげなくないでござるなって残りの幹部とボタちゃんに引きずられていくかい。なおメロコも、てめえビワ姉のことどう思ってる？好きか？好きだよな。嫌いとか抜かしやがったらハッ倒すぞ、とか言いそう。周りにアドバイスを求めるけど見事に誰も恋愛できなくて。スターダン、ボタン、ホームウェイ、青春、姉弟、ブルベリーグ四天王、だろ。まで話が伝わってようやく身のあるアドバイス出てきそう。でもタロって回避能力はすごいだろうけど自分から攻めたことないだろうし意外とできない可能性が。学生全員ダメじゃねえか。仕方ない、大人にも聞いてみるか。木肌先生とかレホール先生とか。なんでダメそうなところを選んだ？ミモザ先生なら、多分、きっと、どうだろ。まだタイム先生とかの方が、男でもいいなら政治先生とかの方が。待てよ。よく考えたら恋人なり配偶者なりがいるのが確定してるのって、SV だと政治先生以外いたっけ。タイム先生とライムさんは特別講師でお孫さんの話してた気がする。他校だけどシアの校長も薬指に指輪つけてる。レホ先生なら、自分は興味ないけど相手が本当に困っているから、とりあえず男子に口を渡すようアドバイスする。なんだろう、何の根拠もないけど意外とカキツバタが的確なアドバイスくれそう。何の根拠もないけど。田中ちゃんもビワのことを応援するけど相当過保護になって、意中の男子の素行調査を独断で言ってるタイプ。普段と服装変えてギャップを狙ってみようといろいろ試してみるんだけどみんなのファッションセンスが独特すぎて結局ビワ姉が自分で選んだ清楚系ファッションが一番いいんじゃない？ってなるやつ。ビワ姉が惚れる男ってどんなだ？俺以外の男なのか。みんながあでもないこうでもないってわちゃわちゃしてるうちにビワ姉は持ち前の優しさで普通に進展しててるやつだ。ビワ姉の優しさと顔とスタイルなら大体どうにかなるからな。今日は3分くらい2人で話せた。で、ホクホク顔のビワ姉が見たいかと言われたら見たい。デート付き合ってないの尾行するスター団はいる。集合場所で待つビワ姉を見守るみんな。30分前に来るなんてマジ気合入ってるね。もしやいつもと違う姿のせいでビワ伝に気づかないなんてことは。いや、あの身長で気づくでしょ。もしそんなことになったら俺が速攻ハッタをしてやる。なんでうちこんなことしてんだろ。みんな微妙な変装してそう。だけどなぜか襲名だけ完璧に別人になれてそう。ボタン、作戦名は、シューティングスター大作戦で。4人もしかして結構乗り気。メロコ、見てて焦れってしさっさとくっつかせるか。ピーナ、ボスの判断を仰いだ方が良さそうかも。襲名、妙案にござるな。メロコ、よし頼んだぜマジボス。オルテガ、マジボス。ボタン、責任分なげキラーパスやめろし。ビワーネイはクイーンファイト。私のポリシーみたいな技らしいので意外と恋愛もおせおせかもしれない。こんだけ数がいながら誰一人として恋愛で頼りになる生徒がいないのを受ける。イケてる女の私がいるわよ。イケてる女。カキツバタあたりは年長の経験を生かしたアドバイスできたりしないか？しないか？あいつは肝心なところで外すから。不良に絡まれてる彼を助けて好感度アップ大作戦。団員の顔をしっかり覚えているビワーネの。あれ、〇〇ちゃん。どうかしたの？出会えなく中止。不良に絡まれるようなのが相手で良いのか。ビワーネは全員の顔と名前覚えてるからな。そこに北上土産のお面があるじゃろ。ビワーネダメオに惚れちゃう感じがあって怖い。なんとなくオルテガが常識人枠になりそう。もう放っておきなよ。好きにさせればいいじゃん。みたいにやれやれしてそう。テスト問題に宿泊してたオルテガがビワーネの感情の機微に敏感になるのいい。デートの尾行。忍びの末裔たる我に任されよ。大丈夫なのかよ。すっげえ不安。昨日絵にて監視していたのでござるが、普通に見つかって DRIYAKI アイスをごちそうになったでござる。いやいや、そりゃその格好で気に入ったら見つかるでしょ。マジで何しに一旦襲名。こういうラブコメ大好き。なんか大人になってからの方がしみるんだわ。彼氏はビワーネより背が高いのか低いのかちょっと気になる。今日は195センチの大谷さんですらビワーネより低いまであり得る熾烈な世界。頼むオルテガ、いい感じの別荘にみんなまとめて招待してくれ。相手の男、完全になんとなくだけど人畜無害が人型してるみたいなやつなんだろうなって気がしている。それこそラブコメ漫画の主人公みたいなやつがいい。ちょっと荷物持ってもらったりすると惚れちゃいそうだよねビワーネ。かの吉田沙織女子も単純な腕力では普通に男性に負けるから。重い荷物とかあっさり持ってくれたらドキッとするのは意外とありそう。重い人が同じクラスだったら席替えの前日あの人の近くの席になれたらいいなってそわそわしてるビワーネがいるし。違うクラスだったら移動教室の時その人のクラスの様子をついチラッと見ちゃうビワーネがいるのか。プロレスサークル見に行っていい？って聞かれて快諾するんだけど思わずいつも以上に張り切っちゃうビワーネください。それを察してニヤニヤする田中ちゃん。トシコイスモーケイラブコメの主人公がビワーネだったらと想像したんだけどかなりいいな。可愛いデート服を探したいのに身長と体格がありすぎてうまく探せないビワーネの元に颯爽と現れる襲名、イススター団有志コーディネート班。2月13日は一生懸命チョコを手作りしているビワーネ。田中ちゃんと話してる彼を見てもやるビワーネください。背が高いことに一切言及しない彼なんだろうな。ビワーネは相手を優先して遠慮しちゃうから2歩進んで2歩下がるような恋愛していてほしい。なんやかんやスター団の皆とも仲良くなって、会うたびにメロコに、よい色男ってからかわれたい。可愛いよな、恋する乙女ビワ。ビワーネと一緒にトレーニング。
って書くと卑猥。意外と青木さん以外の四天王の面々やトップがいいアドバイスくれそう。青木、彼は食のことにしか興味がありませんので。そんなん消去法でチリちゃんしかおらへんやん。言うてチリちゃんはモテるだろうけど本命にはひよってそうやん偏見。青木、色恋沙汰お付き合いはからっきしですが、ムードの良い飲食店の紹介くらいはできるでしょう。矢印宝食堂。メロコの激励がすげえ助け舟になりそう。広報保護者メンスター団。休憩中のビワ姉に差し入れ持って行ってあげたい。後ろから首元に飲み物来たってやるやつやったらいい反応してくれそう。ボタン、みんな気にしすぎ。ピーニャ、ボタンは気にならねえのかよ、相手のこととか。ボタン、スマホをハッキングしたけど、悪いことはしてなさそうだし。信用していいと思うよ。メロコ、そうか、なら安心だな。オルテガ、いやボタンもだいぶ心配してるじゃん。弱化してんな。あ、そうか、ボタンならお相手のスマホハッキングしてそこを調査なんて朝飯前だよな。下手な探偵事務所とか更新所とかに頼むよりよっぽど理に入り際に入り確認できてそうだ。